はい、こんにちは、タイヤマン平の鈴木です。2018年の6月25日月曜日です。続けてもう一つ、トラックタイヤのご案内を、小型トラックの、そうですね、積載、荷物を積む積載量が2トンクラスですね、2トン積載クラスのトラックの今年はタイヤなんですけども、ジグザグのタイヤですね、これね、縦の模様と縦の排水路と横の排水路がこう、2つね、大きく切られて、そして真ん中はこちらのね、こういうどうですかね、アルファベットの S みたいなね、こういう模様でね、つながってる模様ですけどもね、これよくミックスタイヤって言ってます。このミックスタイヤっていうのはね、グループで行くとオールシーズンタイヤ、スノーグループなんですね、雪のスノーグループのタイヤで、こちらにオールシーズンの記号の、M+S って書いてありますけど、マット&スノーって言います、泥と雪っていう意味ですね、これがオールシーズンタイヤのグループ、スノータイヤのグループのオールシーズンタイヤですね。スノーオールシーズンなので、溝が深いです。そしてトラック乗る方にはね、人気のある模様なんですけども、普通の縦溝、縦のね、こういう縦だけの溝のタイヤ、縦溝って言ってます。これは縦と横も入りますのでね、それが一個一個のこのブロックのようにこうやってるタイヤは、模様のタイヤはミックスタイヤって言ってますけどね、これ。はい、でこのような、タイヤの場合に、溝が深いので距離長く走れます。ただ一個一個のこのブロックが、使い方をコツがあるんですけども、同じ方向でずっとね、回して使ってしまうと、どうしても靴のつま先かかとのようなね、関係が出てきますので、減るところと残るところがこうまだらになってきますね。減るところと、残るところが、はっきりこう分かれてきますね。なので、時々回す方向を変えたり、装着位置を変える、よくローテーションとか車輪の位置替えと言いますけども、そういうことをね、ちょっとやりながら使っていただく、やっぱりタイヤになりますね。この辺の、ローテーション、位置替え、あとこのタイヤを、どうやったらまんべんなくきれいに使っていけるかなというね、よく聞かれる、ご質問なんですけど、この辺もですね、皆さんお求めいただいている方に、ご相談いただいた方にはですね、店頭の方ではね、細かくご説明しておりますのでね、ぜひこういうトラック、小型のトラックにこのミックスタイヤ、ね、見た目もね、このかっこいいので、これをね、前後輪こう全部ねつける方と、後ろと前とでね、前は縦筋のタイヤで、後ろだけこれ履く方もいらっしゃいますけどもね、はい、その辺で使い方のコツ、そういうものもですね、カタログに載っていないようなことも、ご説明しますのでね、ぜひその辺ご興味ある方、トラック乗っていらっしゃって、今度はねミックスタイヤ履きたいなという時にはですね、使い方までですね、またそのローテーション位置の配置のこともね、どういうふうに減っていくので、こういうふうにしたらいいですっていうのはね、ご説明していきますので、ぜひご興味ある方はお声かけていただきたいと思います。今日はトラック、小型トラック2トン積載クラスのですね、ミックスタイヤの、ご紹介と、使い方のご説明ということでね、ご案内、こういうふうにしたらいいですよということを、ね、店頭の方でね、詳しくやってますんでね、ぜひ、お声かけていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。